はい、ということで本日はモンスターハンタークロスの実況をさせていただきます。私、実況者のチェチェちゃんと申します。よろしくお願いいたします。お願いします。 YouTube からご覧の皆さん、どうぞ右下の高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。ニコニコからいらっしゃってる皆様、挨拶からご挨拶からね、ラツ無理。じゃ、サルディアさん。おるか？ミキエロくん、アツーシ、コハクさん、4コメさん、5コメさん、ミトコンさん、7コメさん、8コメさん、リオンさん、モクトさん、マコトさん、12コメさん、13コメさん、フッキーさん、マネキネコさん、17コメさん、ミリンちゃん、ピノさん、ワフーさん、リックさん、ギギさん、カメちゃん、24コメさん、25コメさん、サルビアさん、見てきたの？七色さん、リンゴさん、29コメさん、おいっすー。30コメさん、リュウさん、33コメさん、ラツイ、38コメさん、初見？今来た？お肉さん、ジッティさん、41コメさん、こんにちは。43コメさん、44コメさん、うひろさん、サクさん、はい、こんばんは。こつ、48コメさん、49コメさん、レンゲーさん、51コメさん、52コメさん、54コメさん、56コメさん、シュンシュン、62コメさん、マコ、64コメさん、ケニアさん、69コメさん、ティー君、よさこいさん、カルビン、カルビンさん、ハゲルカちゃん、アマネコさん、カカリッチョも長いな。長いな。80コメさん、81コメさん、よ、久しぶり。83コメさん、85コメさん、エローにぎる。89コメさん、91コメさん、95コメさん、ナムマルさん、ミルクチャーさん、ウラヌーさん、サバイバルジーさん、ライトニングさん、104コメさん、あ、今こっち、108コメさん、111コメさん、ワーリオさん、115コメさん、118コメさん、ワクチャーちゃん、レモンさん、初見さん、とある絵描き人さん、シャラさん、おあちゃん、127コメさん、シフォンさん、131コメさん、130コメさん、132コメさん、唐揚げさん、134コメさん、安心さん、139コメさん、140コメさん、141コメさん、バリーさん、143コメさん、145コメさん、ナナミさん、ルッチーさん、マルオさん、今こっち、ニコさん、151コメさん、かけぼうしさん、153コメさん、ギネアさん、オーさん、こっち、チュンチュンさん、いらっしゃい。よし、行くぞ！インターネットプレイ。インターネットプレイ、MC にします。インターネットプレイ、MC にします。行くぞ！グンゴニュールさん、ザンドさん、いらっしゃい。行くぞ！もしかして、サルビアさんいないでしょう。絶対そうだ。挨拶だけしていなくなったやつやね。ああ、サルビアさん、そんなことするから。いつも、そんなことするから。よいしょ。誰にも信用させ、されないんだ。まさもんさんじゃ、ああ。ビルダーズ付け？え、そんなことないよ。モンハンとビルダーズは交互にやってるよ。君が見れてないだけじゃないの？よいしょ、あ、おった。はよ、おいでじゃ。アキさんいらっしゃい。よいしょ。じゃん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 。いたなぁ。いてしまった。ミキエロくんだけ来ないね。今日何しようかなと思ったんですけど、クエストを埋めていこうと思います。よいしょ。クエストを埋めていきます。質問中は童貞。クエストを埋めていきますので、私が貼るから、クエ回しとかしないからね。わがままだから。いいですか？私わがままだからクエ回しとかしないからね。私が貼っていったものをどんどんやっていきます。よろしくお願いします。173個目さん、175個目チャレンジ。どうもカラギア行くぞ。当然だよなぁ！ギャラクシーさん、チョロリンさんいらっしゃい。ゆうこだから私。ちるさやこんさんでした。そう。ぬし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 の順番でクエ回ししていきます。それいきましょう。それいただき。183個目さんいらっしゃい。それ、ちょっと書いとこう。それ、放送所作書いとこう。よいしょ。
よし、よいしょ、書いといた。ゆうこ、ゆうこなら、じゃん、書いたよ。じゃん、チュラグニュニュニュ、よいしょ。筋トロからじゃあマウスとは言ってない。じゃん、はい、初見のみかんさん、いらっしゃい。ここ何なんだろう、ここ何があるんだろう。本陣か、本陣。本陣ないの、もしかして。ちょっと待ってね、おかしいな、竜の爪あるはずなんだけど、ボックスの愛嬌を、あったあった、あるやん、あるやんか。あらあら、お初です。197個目さん、こげぱんさん、わびすけさん、いらっしゃい。はい、かげやろうさん、ジャックさん、いらっしゃい。あるやんか。じゃあいきます。本陣ちょうだい、役目でしょ。じゃんじゃーん、蜂蜜ください。206個目さん、いらっしゃい。お、レムさん、モンハンの音も毎日放送の名前で決まり、ここかありがとうございます。ここ212個目さん、ルキアさん、いらっしゃい。ここ2、ここありがとうございます。あ、ご飯食べるの忘れた。まあいいや、ゆうこだから。今日はゆうこだからいいの、ご飯食べなくても。よいしょ、ありがとうございます。よいしょ、え、なおこさん、いらっしゃい。ゆうこじゃなかった、なおこだった。よいしょ、え、初見の230個目さん、のっちさん、いらっしゃい。よいしょ、じとめかわいいね。234個目さん、いらっしゃい。これアイルじゃなくてね、チャイルって言うんだよ。いや、みんなが戦ってる間に、私、発売日ぐらいに中で食べ作った。来る人がいる。私、みんなが戦ってる間に採掘しようと思ったら、みんなが戦ってる間に採掘しようと思ったら、ピッケル忘れたんだけど。みんなが戦ってる間に採掘しようと思ったけど、ピッケル忘れて切れそう。切れそう、もう。切れそう、切れそう。そっか、今チケット当たるんだ。よいしょ。切れそう。めっちゃ拷問してる。めっちゃ拷問してる。わあ、怖い。とりあえず寝かしちゃうね。切ないな。ピッケルちょうだい、役目でしょ。寝かして大取りしちゃおうぜ。ほい、寝たよー、ミキくん寝たよー。ミキくん寝てるからね。よし、あ、サルビアさん、ナイスすぎる。やじゃない、ほい、この爆弾俺のなんすよ。ほい、あ、ダメだ、よけれなかった。夢うまい、マジで。ノエルさん、シャー、ハメじゃん。よし、あ、YouTube チャンネル登録ありがとう。うぅ、怖い怖い。よいしょー、よいしょー。うぅ、怖い怖い。え、闇の炎に抱かれて消えろ。カメさん、ツノオニャン、立ち入り11個目さん、いらっしゃい。おう、グッジョブ。ナイスタン。えいよ、初見の立ち入り12個目さん、ロイさん、いらっしゃい。え、なんで起こしないの。この爆弾俺のなんすよっていうのは、今温めてる弁当は俺のなんすよっていう、面白い画像があって、そっから撮った。ほい、シャイナさん、あれ渋いでしょ、潰れたラーメン屋とスナックの話。ふっ、渋すぎて若い子には分からないのかなと思う。やはり天使か、天使だったのか。怖い怖い、これ危ない、これ危ないやつ。うわー、怖かった。よく避けた、私。よっしゃ、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 私画像でしか見たことないなー。よっ、
いね。めっちゃ動揺してる。よいしょ。274コミさん、大祭、ありがとうございます。足も真っ青な陸的用だよね。そうね、本当ね。おー、グッジョブー。ねえ、どう思うか。攻撃力高いよね。え、闇の炎に抱かれて、消えろ。え、村人H さんやさ。うわっと、グッジョブ。よいしょ。ほい、ほい。お、もう引きずっとる。早い早い。みんなみたいだね。よしよし。さあ、追いかけましょう。強い。確信。泣いてる。使ってる意味は何の意味ですか？お、童貞がいる。童貞がいる。よし。よっしゃー。罠ダガで囲って使ってのは手を弓だよ。そんなに早くないか。269個みたいよ。しゃーん。いい。あ、これ。2、3、4。危ない危ない。ほら、こっちおいでや。捕まえてあげるから。こういう時に限ってこうへんやんね、これね。おっしゃ、お疲れ様です。269個目さん、マモちゃんやんしゃい。チュッチュッチュッ、時に当たって正解だった。チュッチュッ、拍手ございます。じゃあ今日の画面は、はい、299個目さんやんしゃい。今日の画面はこれにしよう。あれ、今日の画面はこれで、ね、いきます。お見事、314個目さんよっしゃ。よし、クエモースです。素晴らしい。さすがです。よし、公平でいいよね。そうだよね。優しい。よいしょ。クエモース順番で回すとは言ってない。よいしょ。お寿司のネタ何が好きですか？若い男。よいしょ。ちゃんと回してる。そう。回転寿司みたいな感じ。多分。よいしょ。あ、テトさんいらっしゃい。ね、わかりやすくて、ありがたいでしょ。あ、どう思うかのレオス行くよ。回転早い。よいしょ。生々しいネタを挟むのやめていらっしゃい。よいしょ。チュッチュ、主回し。よいしょ。じゃーん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 。はい、立ち見え18個目さんいらっしゃい。あっちゃん、なんで暑いって今日ダメなんだろう。あれくん働いてんのかな。まさかと思うけど、若い男はサビ抜きですか。そうだね。なんか、あんまりピリッと辛い人好きじゃないな、私。え、わさびさんいらっしゃい。まさか働いたのかな、ついに。お金がなくなって。清めようか。お気に入り登録ありがとうございます。よし、行くぞ。デートは、それはないと思う。あ、ねえねえねえ、クーラードリンクないんだけど、どっか落ちてないかな？エロおにぎり。私、クーラードリンク持ってきてないんだけど、どっか落ちてない？落ちてないかな？クーラードリンク持ってくんじゃないんだけど。おっしゃ、落ちてた！採取完了です。しかも4つ全部全部4つカノレさんいらっしゃい。4つ全部運よく落ちてましたね。4つも採取できたね。大丈夫かな、これ、にわかがくん。よいしょ。これが覚悟。
よかったよかったって男前でしょ。すごいよく落ちてるなぁ。びっくりやで。ひどいカツアゲを見た。よいしょ。おくつ、あいたちみね、24個目さん。387個目さんでした。裸縛りから。くちゃぶ、お金登録ありがとうございます。よし。よいしょ。いた！食べられた！やめて！私に乱暴する気、する気でしょ。エロ同人誌みたいに。エロ同人誌みたいに。エゼリカさんいらっしゃい。ほい。ふぅー。おいしょ。ふぅー。く、殺せ。めっちゃ飛んではる。めっちゃ飛んではる。寝かして落としちまおうぜ。あ、先行アイス。高町サイトさん。立ち見え28個目さんいらっしゃい。寝たよー。ミキくん寝たよー。嘘でしょ？寝たっつってんのに。お前何、なんで飛びながら。寝た後、寝たの確認して乗り攻撃余裕でした。寝たの確認して乗り攻撃余裕でしたやん、完全に。お前ってやつはよー。いつも、ね、お前ってやつは闇の炎を抱かれて消えろ。相変わらずのミックでしたね。もういいよ。やりやがったな。よっ、ないない。よいしょよいしょよいしょ。生放送5秒ぐらいラグがあったとしても、寝ますよ、寝ますよって言って、しかも寝たモーション終わってから、終わってから飛んで、で、そこで攻撃ボタンを押さなきゃいいのにまた押したっていう感じだよ。ボブさんいらっしゃい。はい、動画から初見さんいらっしゃい。ほい、ほい。おー、なやなや。見えへん、見えへん。確信。ね、確信なんだよね。まとめ立ちたいからね。まとめ立ちたいからね。なんか、闇の炎に抱かれて、消えよ！おいしょ。台湾までそばって何？知らないんだけど。チーンか。熱そう。よいしょ。めっちゃ登ってる。オッケー。チャチャナイス。ねえねえ、よいしょ、ナイス。はい、いのりさん、たらこおじさんいらっしゃい。シングル結果処刑。闇の炎に抱かれて消えろ。終わった。オツです。イエイ。闇操作はね、タイプ1でやってるよ。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。うまい人ばっか。うん。ミキくん以外はね。ミキくん以外はそうだね。間違いないよ。エア逆上しちゃった？あ。ちっちゃ。はい、動画からの、立ち見え35個目さんです。イキエロ君とサルビアさん、クーラー拾えなかったのか。ほんとだ。拾えてない。クーラードリンク拾えてない。びっくり。私あんなに簡単に拾えたのに。拾えなかったなんてかわいそう。よいしょ。美味しい的な意味で。なるほどね。よいしょ。採取失敗しました。よし、次から火山の時は火山って誰かが言うことにしよう。今後は、私が火山のクエストを貼った時は、リスナーさんの誰かが火山だよとか、雪山だよとか言う、縛りにしよう。どう？私は言わないけど、リスナーさんが言うみたいな。多分私気づかないからさ。どう？そういうの。天才。そう。しかも私が、
すごい楽。このしばら、私がすごい楽。チルエの39個目さん、ケビンさん、40個目さん、494個目さんいらっしゃい。お金登録ありがとうございます。じゃん、じゃ、じゃ、あ、名前 D でやってる。バカじゃないの、こいつ。よいしょ。じゃららららん。よいしょ。よし。じゃ、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 じゃ。よいしょ。チュ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 ルルルル、よいしょー、オッケー、じゃーん、チュ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 、いや、ちょっと誰しゃい、生で確認したね、私今、あれした。うん、ロックオンした、私も。チュチュチュルルル、チュ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 、よいしょ。で、なんだっけ、ニコニココマンド。よいしょ。あらんとよ、漁師さん。メタルさんいらっしゃい。よいしょ。ちょっと待ってね。どれだっけ？ニコ生か。ニコ生。じゃじゃん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 。どれだ？どれだどれだ？ちょっと一回再起動させちゃうね。ごめんね。よいしょ。はい、みんなおかえり。おかえり。はい、立ち見え47個目さんいらっしゃい。よいしょ。じゃあ次何行こうか。おかえり。よいしょ。おかえりなら。おかえり。よいしょ。よく戻ってきたぜ。次何行こうか。行くも。じゃあちょっと軽くこれ行こうか。はい、大変失礼しました。次、原生林の平和を守り行きまーす。ハイパー駆除完了タイム、ハイパー駆除完了タイムです。ズーンズーズーズーンズーズーンズー、はい、駆除完了ありがとうございます。はい、駆除完了ありがとうございます。はい、駆除完了ありがとうございます。ズーズー、はい、駆除完了ありがとうございます。よいしょ。めっちゃ怖いんやで。2年ぐらいずっと粘着してるんやで。よいしょ。やっと尻尾出したか。はい、駆除完了でございます。そう、いやー、怖かった。うん、もうね、延長したよ、今。よいしょ。うん、5分前。もう延長した。大丈夫だよ。ありがとね。立ち見え52個目さんいらっしゃい。いやー、長かったー。長い戦いであった。こう。粘着そうなの。よいしょ。なんか、外でやってりゃいいのにね、なんかね。別に。あ！いたいた！別に外でとやかく、Twitter とか、そういう、何、口コミサイトとかで悪口書くのは勝手やけど。生放送とかまで話しに来るのはどうかと思うねんな、うち。よいしょ、わかる？584個目さんいらっしゃい。あのね、要は、2年ぐらいずっと、なんか、嫌がらせをたくさんやったり、嵐をしてた人がいたの。で、その人がね、ずっと1アクションで嵐をしてたんだけど、なんか、間違って、生 ID でコメントしちゃったの。なんか別に他の外部サイトでとやかく言ってんのマジいいんだけど、私、よいしょ、コミュ限でこっそりね、一人で楽しんでるだけなのに文句言ってくるって、お前なんなんみたいな。そう。変な笑いが出た。私も出た。私も黙ってられんかった。そう、ずっとね、相手にしてなくてね、無視してんだよね。
無視、ずーっと無視して、なんかひどいと NG に入れたりとか、まあ、ひどくなくても通報してたりしてしてたんだけど、ようやくお疲れ様でしたよ。タチミーの60個目さんでしょ。そうそう、嫌なら見ないことが多分できない人ってたまにいるじゃん。そういうタイプの人なんだよね。まあまあ、よかったよかった。これで平和が訪れた。よいしょ。ねえ。よいしょ。多分ね、どうしてもね、私のことがね、好きなんだと思う。私のことが好きすぎて悔しいんだと思う。そう、示談の要求とは、好きすぎて悔しいんだと思う。よいしょ。よっ、絶対好きなの。よいしょ。あとね、なんかね、 YouTube で低評価つけましたどうのこうのってずっと発言したりとかして、なんかすごいなぁこの人。なんでさ、 YouTube でたくさんアカウントを作って低評価をつけましたとか、なんかそんな報告をしてきたりもするの、すごくない？なんかさ、その情熱をさ、他のことに使ったらもっと良かったのに。でも私もね、モンハンやってる時間を他のことに使えば良かったのにって言われたら、ぐぬぬってなるけどね。ぐぬぬってなるけどね、私も。よいしょ。まあでも私変な人に絡まれやすいから。よいしょ。いいかなと思うけど。こっちかな？次こっちかな？こんばんは、いらっしゃい。よいしょ。そう、モンハンは最高の時間やで。よいしょ。そう、ルイトモかも。ルイトモかもしれん。私も割と粘着しちゃうから。粘着的にモンハン楽しんどるから。よいしょ。ルイトモかもしれんな。はい。633個目さん、司会やめさんでした。ビルダー見て好きになって見に来た。ごめんね、今モンハンしてるの。ビルダー見てってことは YouTube からだね。いらっしゃい。よいしょ。呼ぶんだわー。あっちにいるって。よし、すぐ行くよ。次、ゲロス。よいしょ。よいしょ。あ、裸縛り見てクロス買ってくれたの。ありがとう。ね、そうそう、好きなことに情熱捧げれるならいいのかな、どうなんだろう。え、そう、でもちょっと自分でもやりすぎかもと思ってる。モンハンに関しては。てかゲーム？雪葉さんいらっしゃい。モンハンみんながそうだから大丈夫。ならいいか。よいしょ。あ、裸縛り勉強になることあるかな？何の解説もできてねえけど。でも見てくれてありがとう。よいしょ。迷子しちゃった。動画見て夢を使い始めた。あ、キラキラしてる。ふふふ、お星様だ。また寝かしてしまおうか。軽く寝かしてしまおうか。寝かして頭を破壊しよう。自主規制音の入れ方そんな勉強してどこで使うのか。道具技術。あ、私道具技術あるかい？コーラさんですよ。ただ自分の好きな独り言を言ってるだけだって、別にトークが上手いわけじゃないと思うよ。よいしょ。よいしょ。あ、これ一回寝たな、間違いない。これ一回寝て麻痺になったの。きっとそうだ。きっとそうだ。サボリミナルかな。弱ってる感じ？もしかしてまだだよね。あ、よいしょ。お金登録ありがとうございます。なんだ、あいみかんさん、立ち見え85個6個目さんです。ピア好き？うわー、よいしょ。他のモンハン動画、うん、私もともと動画見ないんだよな、人の。あ、でもね、カワウソさんっていう人のだけ見てるよ。カワウソ太郎さん。リア友だから。波の炎に抱かれて、消えろ！はい、立ち見えの88個目さんいらっしゃい。寝かした。よし、行く。よいしょ。
私ね、動画見ないんだよね。動画見る時間あったらゲームしちゃうタイプ。わかる？わかる。で、ゲームしてると生放送してるからさ。ゲームしてると大体生放送してるから、出先で携帯でスマホしてるかだから、動画見る時間ないんだよね。映え人って何？立ち見えの90個目サイレンス。その気持ちわかる？本当に？本当にわかる？ふくれんさんいらっしゃい。ゲーム始める？お、弓やるようになったのか。次何出るんだろう。落とし穴でも置いとくか。よいしょ。なんだろう。落とし穴落ちないやつだったらどうしよう。もういっか。チェジャーの動画ハマってる。ありがとう。あ、ラグさんいらっしゃい。よいしょ。ほい。あ、出てきた。あ、こいつか。よーし。これの子はね、めっちゃ頭弱いから。よいしょ。頭弱いから頭落とす？頭が弱い。めっちゃひるむから頭。頭を打てばめちゃめちゃひるむから、頭を打ちます。打ちまくります。よっ。よいしょ。闇の炎に抱かれて消えろ。よっしゃー、ほら頭もう切るんだ。早い。いて頭が弱い。そう、メスなの。よいしょ。恐ろしいでしょ。よいしょ。678個目さんよさん。最近これね、最近じゃなくて2年ぐらい前から採用されたモンスターかな。よっしゃい。ラブルミーニング。もう息ずっとる。早っ。私の罠バイバイだった。倒しちゃおうか。オスの方倒しちゃおうか。ほい。もうちょっと。押せた、押せた。にわかかくんが多分、捕まえてくれると思う。ほい。え、たちみや、99個目さんよろしい。ねえ、4人だと早いね。落とし穴ね。落とし穴は犠牲になったのだ。ほっといても食われる存在。投げられたね。お疲れ様です。わったった。じゃんじゃじゃん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 。拍手ありがとうございます。はい、アニャさんご登壇ございます。ズンズルルン。よいしょ。クエージョン。そう、今日はね、私のクエストを埋める作業をちょっと手伝ってもらおうかなと思って。わあ、なんかさ、違うよね。入るべきスキルが違う。これ違う。なんかって感じ。ね、いろいろ欲しかった。お、うん、みたいな。お、う、う、うん、みたいな。そんな感じだよね。いや、でも腹減りいらないでしょ。腹減りいらない感じだよね。よいしょ。よし。じゃーん。じゃーん。じゃあ、ギリョスさんと、この、村クエ系をちょっと埋めていきたいな、今日は。
ねえ、ゴーソルさんくれよな。ラーちゃん、ギドス行くよ、ギドス3匹。ラーちゃんじゃなくて、ギドス3匹行くよ。村からのイランをね、全部ちょっと、こなしていこうかなと思って。ポッちゃんいらっしゃい。金太郎飾ります。チュチュンチュン。うちね、すごいね、常連さんはみんな知ってると思いますけど、私は、性格が悪いので、要望があれば必ず、それの逆をやります。いいですか？覚えてくださいね。いいですか？覚えてくださいね。皆様の要望があれば必ずその逆をやります。で、そこで何々しないでくださいって発言したら、しません。何々しないでくださいって言われたら、絶対しません。さらにしません。そんな感じです。ロロミエさん、ウイさん、ミオラさんいらっしゃい。そう、裏も裏を、裏を取るから。あ、強兵少なくなっちゃったよね。あとでちょっと、追加しないとね。よいしょ。だがそこがいい。ここからがかっこいい。金太郎からになります。ここテストに出ます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。表、裏、奈々くん10個目さん、パンさんに服を着てください。どっち、どっちそれは。着てほしいのか着てほしくないのか言って。よいしょ。引っ越しはね、明日だから今日じゃないよ。111個目さん、746個目さんよし。よいしょ。何言ってもしない。うん、しない。しない。絶対しないよ。よっ。あのね、生主っていうのはね、何々してくださいっていう要望にね、答えてたらキリがないんです、実は。例えば、なんかまだ50人ぐらいのコミュニティで仲間内でワイワイしてますとかだったら、全然いいと思うんだけどね。なんかしてくださいって言われたことを、ね、全部受け入れてたらね。結構ね、放送って、特に女の場合、女生主の場合は収集つかなくなるんだよね。男の人ってやっぱ男の人に頼める女の人に頼んだ方が頼みやすいとこあるじゃんみんな。だから、なんかそこら辺はね、私も本当はみんなの言うことを聞きたいのは山々なんだけど、本当はみんなの言うことを聞きたいのは山々なんだけど、あえて聞いてないみたいな感じ、どう？どう？そういう感じにしようよ。うどんさんいらっしゃい。よいしょ。あ、はい、そう。あえてね、そう。本当はみんなの言うことを一人一人優しく聞きたいんだけど、ちょっとそこは、なんか、ちょっとみんなに逆に楽しんでもらいたいから、やってないみたいな設定。よいしょ。はい、クライスさんいらっしゃい。そう。それで、本当はみんなのこと、すごい、もっと優しく接したいなと思うけど、なんか知らないけど、ド M が集まるから、ちょっとね、不本意だけど、罵ったりしてるみたいな。ね。不本意だけど、ほら、チャーちゃんってほら、天使で、しとやかでおとなしくってさ、何、控えめな女性じゃないですか。人の悪口なんてとても言えないみたいな。そんな感じじゃない。育ちのいいお嬢様みたいな感じじゃん。でも、みんなが喜ぶから仕方なく、罵ったりとか、この童貞どもが、つって、いじめたりしてるの。わかる ?783 個目さん、いらっしゃい。金太郎からございます。などと供述しており。よいしょ。よいしょ。わかるでしょ？わかるな。よしよし。かっこいいどもはわかると言うんだ。そう、無関心。おう、無関心やったらな。コメントせえへんねんて。ねえ、98個目さん、立ち見えの119個目さんいらっしゃい。よいしょ。わかるやろ？わかってしまうか、やはり。
アゴヒロさんってそう、あの、アゴが破壊できない人で。稲見の彼氏さん。ちゃちゃみたいな女性に振る舞わされるのすこ。かわいそう。多分一生幸せになれないタイプだと思う。私みたいな女好きになるタイプの人は多分一生幸せになれないと思う。ドン。お気に入り登録ありがとうございます。やよいさんいらっしゃい。ほい。お、すごい、ドンした。いきなりドンした。これに綺麗にしよう。レイブン。そうだね。せやろか。ピアノせやろか。あ、でも結構いい女だよ。スペックは。スペックはいいよ。あの、性格とかそういうの置いといて。まあ、別に見た目も悪くないし、あの、育ちもいいし、家柄もいいし、学歴もいいし、勤めてる会社もいいし、あと、料理もできるし、家事もできる。ね。ほら、スペックはいいよ、スペックは。スペックは、ね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。え、818個目じゃない。そう、しかも17歳少女だから。ね。え、ダイソンさん。よいしょ。立ち見えの130個目じゃないじゃん。逆？よいしょ。何もできずに落ち。あ、ノバクリスタルだ。完璧でしょ？そうでしょ、そうでしょ。相変わらずエロおにぎりがすごい仕事するな。酒飲める17歳。よいしょ。じゃちゃん、じゃん、じゃちゃん。あ、眠くない、眠くない。全然眠くない。やばい、口いっぱい滑ってる。大丈夫かな？大丈夫だな。うん。大丈夫、大丈夫。よいしょ。いつも通りだ。よいしょ。初見、本当に高学歴なんですか？はい。はい。で、次に134個目さんいらっしゃい。え、達也さんいらっしゃい。よいしょ。チャラチャチャチャン。よいしょ。いつも通りだな。チャ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 ン。理系ですか？文系ですか？文系です。チャラチャチャチャン。いや。学歴中釣っちゃったかな？大丈夫かな？まあいいや。よく見とこう。よいしょ。よいしょ。どうでいくれ？だるーん。よいしょ、ほい。エシエルさんいらっしゃい。いや、ほい。金太郎からじゃない。はい、立ち見え139個目さんいらっしゃい。そうそうそう、言い訳。なんかさ、ギリオスのテーマソングが私の中でシャランキューの言い訳なんだよね。よいしょ。いや、よいしょ。ほい、いてー。なぜ、え、なんでだろう。なんかそんな感じしない？よし、そこは、なんだろう、感覚の問題。よいしょ。ミサのミキ君、スタン取らないんだよね。よいしょ。よいしょ。ほい、この放送かっこいい通りですね。そりゃそうでしょう。コミュゲンだよ、コミュゲン。コミュゲン放送かっこいい少なくてどうすんの。ほい。よいしょ。よいしょ。え、で、キヨさん、そう。ハイスペック。よいしょ。あれだけはね。スペックだけはハイですよ。じゃん。スペックだけはハイって言ってるだろ。いい加減にしろ。スペックだけは。じゃん、チャララララララ。はい、拍手ありがとうございます。なんで君はアイコンの写真と声が一致しない。めっちゃ言われる。ちなみにアイコンの写真もちょっとあれだよ。男の子っぽく撮ってる。
男の子っぽく取れてる。タチビエンの147個目さんいらっしゃい。初めましてで応援してるか。いらっしゃい。新しいな。スペックだけ。そう、重要。性格はね、悪いと思う。あのね、いい性格はしてるんだけどね。さ、そう、男の子じゃないの、実は。隠してたけど、私、チンチン生えてないんだよ。タチビエン155個目さんいらっしゃい。そう。いいさ。男の子。そう、いい性格してる。でもね、なんだろう。なんだろう。あのさ、自分が性格いいかどうかってさ、要は、他人と接した時にわかるもんじゃん。性格いいかどうかなんて他人と接した時にわかるようなもんじゃん。ね。私、人と最近接してないから。わかんなくなっちゃった。はい、タチビン161個目サイルンさん。あ、僕たちがいるよ。え、いらない。僕たちがいるよ。え、いらない。いや、別に、あ、え、結構です。別に結構です。求めてないです。大丈夫です。ことがウケるっていうから、あの本当は友達いっぱいだしリア充だし彼氏も70人ぐらいいるけど彼氏もいないってことにして処女っていうことにして、あの友達いる、本当はいっぱいいるけどいないってことにしてるっていう感じだったらいいな。あ、ホット必要ね、ありがとう。でも私、あれだから、虚数薬あるから大丈夫だよ。でも70人、そうだね。年に5回しか会えない。ほんとだよ。え、そう。70もいない。あ、チャイ、アイルの彼氏は40匹だ、40匹。ほっともった。ほっともった、ほっともった。妄想で現実逃避。でも私、結構夢の中ではモテるよ。夢の中ではすぐ彼氏できたりしてるし。あ、今日装備忘れた。みんなと違うからね。みんなは、もうただモテないだけだけど、私は夢の中ですげえモテるから。お前らと違うんだよ。一緒にしないでくれ。そう。夢の中ではもうイケイケの、イケイケのナウディヤングのイケイケギャルだからね。一緒にしないで。わかる？よいしょ。よいしょ。なお、ディヤングのハイカラガールだから。わかる？よいしょ。土曜のこの時間、明日ね、引っ越しなの。966個じゃん、よいしょ。よいしょ。あとは気持ちの問題。よいしょ。ほっ。睡眠セットして、夢の中限定パイロット。よいしょ。寝かしてやる。ねえ、ドドブラさん強いよね、今作ね。フロンティアでも強かったよ、でも。初期のフロンティア。最近のフロンティアわかんないよ。千本桜、いらっしゃい。あ、あれしや。危なーい。また出るの？金太郎風の。はい、クレハさん、いらっしゃい。よいしょ。どこ行くの？ほい。よいしょ。冗談だろ？冗談だろな。何か？よいしょ。よいしょ。ぴゃん！わー、どこ？ビーチーズって何？知らない。普通に知らない。よいしょ。ほい。よいしょ。
二つ目にゃっこめさんいらっしゃい。千本桜波において。よっしゃ、この爆弾俺のなんすよ。これ後ろに下がるんちゃうか。お、ようかかったね。あ、主婦いらっしゃい。よいしょ、一匹目。ちょっと時間かかっちゃったね、ごめんね。爆弾ミスったか。にわかかくんなんか出てるで、熱いのが。フリーターさんいらっしゃい。あ、サルビアさんも麻痺だった。なるほどね。じゃあハゲるってことか。ハゲる意味深ってことか。ハゲるってことか。そっか。いやーでもやっぱ捕まえた方が報酬いいから、もう毛がないな。捕まえた方が報酬いいから、こうやってハゲたらもう毛がないな。よし、金太郎ございます。また髪の話してる。よいしょ、また髪の話してる。勘弁してください。あ、なんできなこさんハゲなの。ハゲだ、みんなかっこいい、ハゲがいると。襲うんだ。一匹残らず狩り切る。わー、あー、ハゲてねえよ。はい、エビさん、1082個目さんいらっしゃい。よいしょよいしょ、ずいぶん強引にハゲの話する。よいしょ、そう、よいしょ、結構自然だったと思うんだけど、うち。助けて、勉強力襲ってくる。勉強しなきゃ。ジャポニーか。貼る紙がない。よいしょ。よいしょ。一本残らず虫で取ってやる。例えば、進撃の巨人のゲーム出るね。進撃の巨人のゲーム出るね。プレイステーション4。光栄から。私あれやる予定やねんけど、みんなもやる？あ、またハゲちゃん。買う。生放送でやろうかなって思っとる。うん、面白そう。足、進撃の巨人好きだから。早いね。よいしょ。無双系ではないけど、結構戦う感じ。いっぱい、結構出てきたから、巨人は。言ったけど、爽快そうだった。ねえ、面白そうだよね、あれね。よいしょ。はチュルチュ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 ルルルルル。キャラ誰好きなん？キャラ芋女。なんかキャラで好きっていうのがね、なんかあんまりないんだよね、いつも。私、まあ、ザンギエフが好きなんだけど、ストーリーで見てるからキャラ誰好きとかあんまなくない。でも芋女が割と好き。サシャ、そう、サシャ。よいしょ、ハイパー芋女タイム。ハイパー芋女タイムです。よいしょよいしょ。アルミンは頭良くていいね。はい、芋女でも泥いちごさんです。芋女いいよね。あとおにぎりシャイボーイみたいな感じのやつ。よいしょ。あ、芋女ありがとうございます。エモ女聞こえてナスだった。1312個目さんでした。あとね、なんだろうな、ハゲが好きかな。うん、巨人、進撃の巨人で相手好きだったら多分エモ女なんだよね。あとね、好きなのはね、巨人のね、女の子で、巨人の女の子なんだけど、なんか目がすげえでかいさ、なんか10メートル級ぐらいの、なんか目すっげえでかいやつの女、男じゃないよ、男もいるけど、男じゃなくて女の巨人、目型、あれがね結構好きかな。よいしょ、そう、おかっぱのやつ、あれね結構好きだよ。なんで好きかわかんないけど。よいしょ、あと、あの、巻末の
巻末のギャグ結構好き。巻末のギャグ結構好き。最初騙されたように。なんだっけ、あのメガネのさ、めっちゃ巨人が好きな女の子がさ、メガネのめっちゃ巨人が好きな女の子がさ、あの巨人との恋が始まるみたいなのとか、ちょっと信じたよね。特に意味のない暴力が襲うみたいな、ちょっと信じたよね。入ってくるかな、これ。入って入って。はい、お疲れ様です。頑張れ B。 そう、ハンジ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 。なんか鋼の錬金術師とかそういうのだったら結構好きなキャラいるんだけど、進撃の巨人ってキャラで見てないな。拍手ありがとうございます。鋼の錬金術師とか、なんだろう、ゼロのスカイマとか。わ、そうなの。なんかね、種類が違うの分かる。ストーリーが好きなの、ストーリーがいいなと思うのと、キャラがいいなと思うの、なんか別みたいな。分かる分かる。そう、アームストロング。よく分かるね。よいしょ。めっちゃ好き、あの人。結婚したいと思うの。あれ、まっすぐで熱い人が好きだよ。剥がれの好きな、あ、そうなの。そんなの筋肉に決まってるじゃないですか。そんなの筋肉くんに決まってるじゃないですか。チュンチュンチュン。あ、大東さんもかっこいいけど、ちょいだべさんいらっしゃい。ねえ、ちょいだべさんさ、明日、私の引っ越し手伝ってよ。ダンボール2箱と、ダンボール1箱と、あと、何？クロマキーと、なんだっけあれ、パソコンとディスプレイ2個なんだけど。よいしょ。うん、私いつも引っ越し、それでガラガラで行こうかなと思ったんだけど。よいしょ。持ってって。うちの家から、うちの家言わないでね。うちの家が今どこにあるかとか言わないでね。よいしょ。結構大きいけど、解体できるから大丈夫。要は、パイプでなってるやつだから。よいしょ。パイプでなってるやつだから、割と大丈夫かな。そんなに大きくない。でも、大きくしたら、畳4畳分ぐらい。でかいみたいな。構わないですけど、嘘で。はい、将軍ギターも行きます。1664個目さんいらっしゃい。今の部屋にはどのぐらい住んでたんですか？ 7 億6000万年ぐらいかな。メタルラック、メタルラックじゃないんだよ。よいしょ。じゃーん、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 じゃーん。そう、唐突な引っ越し。明日引っ越すの。よいしょ。そう、天使年齢で17歳。トントン。夜逃げ違うね。刻み。はぁ、レムン。はい、1720、ごめんなさい、いらっしゃい。おにょ。刻みだから、あれかな、中かな。ホロノズク、ホロノズク？何それ。ホロロホルルのこと？いらっしゃい。また興味忘れた。1735個目さんいらっしゃい。あ、そこにいるのね。オッケー。次誰か狂言って言ってほしいな。次のクエスト行くとき。お願いします。お金登録ありがとうございます。天使の家に普通の人間が入れようとすると燃え尽きそう。そう、17歳なの。いらっしゃい。洞窟の中心か。世界の中心で。愛を叫んで獣。よいしょ。巨瓶落ちてないかな。さあ、次巨瓶って言って。よいしょ。はい、1801個目さんいらっしゃい。よっ。ローズベッドの時とこいつは多くない？それはね、あれだよ。
あの、なんだっけ、ニコニコ生放送で、よいしょ、しまった、ニコニコ生放送を通して配信してるから声ちゃうのよ。では一回エンコードかかってんだっけ、ニコ生に流すのに。いや、私四つ目にあげてるのは、あ、寝た。自分のパソコン上で撮ってるやつやけ、よいしょ、声がちゃうの。だから YouTube の方がちょっと合ってる感じ。あ、ヤノッチさんいらっしゃい、 YouTube から。え、あ、落ちてそう。あ、強瓶落ちてた、すげえ、強瓶落ちてた強瓶落ちてた、ラッキー、おいしょ、すげえ、うーん、まさか強瓶がこんなところで採取できるなんて、ラッキーだよね、運がいい、ほんと運がいいよいしょ、ラッキー、よいしょ、闇の炎に抱かれて消えろ、すげえな、よいしょ、よいしょ、手のひらの上に落ちてた、綺麗な言い方すんな、ほい、すげえ運がいい、テイトさんいらっしゃい、よいしょ、生肉質最悪なんだよな、貴様、よいしょ、強瓶採取、わ、やばい、チートってバレちゃう1932個目さんいらっしゃい、え、ノラさんいらっしゃい、言わないで、やめてくださいね、よいしょ、エロおにぎりハイスペックいいでしょ、でも彼女いないのかわいそう、爽やかな青年なのに、爽やかな青年なのに、ちょっとホモが好きな爽やかな青年なのに、ちょっとイム中なだけなのに、そう、彼氏もいないの、お金登録ございます、よいしょ、ほい、お、いい感じじゃない、もう終わるかな、ご褒美です、お、グッジョブ、お疲れ様です、すげえ眠いありがとうございます、いやー、はかどるね、村人の依頼すげえはかどる、でもこれもモンハンのおかげです彼女がいないのもモンハンのおかげか、そっか、じゃん、ね、効率がいい、ありがとう、ありがとう、じゃん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 、よいしょ、拍手ありがとうございます、今何、誰、今何、誰、見てなかった、もしかしてアゴヒロくん、もしかしてアゴヒロくん、今なんか私やったの、あ、猫なの、なんだなんだ、そうか、アゴヒロくんか、やっぱり2080コメさんいらっしゃい、次興味ありがとう、そうか、やっぱアゴヒロくんが飛ばしたのか、私のこと許せねえな違うよ、やっぱりそうじゃん、次興味 OK、またアゴヒロか、許せないな、許せないし眠い、オッケー、どうよ、ありがとうございます、ごめんね、眠くて隣の工事の人に文句言ってほしい、明日引っ越すのに工事なんか始めやがって、日曜日もやってたら労働監督署に通報してやる、表瓶どうせ落ちてる、でもいっぱい買っといた、よいしょ、表瓶落ちてる、激レアな、次も落ちてるとは限らないもんな、眠たいと口悪くなるよ、
あの我慢が効かなくなるから自制が効かなくなるから、思ったことをそのまま、私眠いと思ったことそのまま口にしてしまうから、性格が悪いのがバレてしまうよ。ちょっと軽くアマチか。そう、今いつも通りだけど、あの眠くなくても思ったことそのまま口に出すけどな。ありがとうございます。よ、その方がいい。そう、4月からさ、4月ぐらいからさ、わかんない、5月ぐらいになるかもしんないけど、配信時間平日もこの時間ぐらいになると思う。一応先に言っとくね、4月ぐらいからちょっと部署が変わりまして、普通に9時5時になるから、この時間、平日もこの時間の配信になるかと思いますので、よろしくお願いしますね。いやー、忙しく、どうだろう、って感じ。やることは減る。あの、拘束時間は長いけど、やることは減るから、自分の自由時間は増えなくもないって感じかな。家にいるときはもう、ゲームのことだけ考えてたらいい感じになるから、そこはいいかもね。なめはりさんいらっしゃい。まあね、いいような、悪いような。ネッサハンターランク9億7千万ぐらいかな。9億7千万ぐらいです。あ、高速だ。全部取っとこう。イェーイ。ちょっと低いんですけど、皆さんに比べてちょっと低いんですけど、9億7千万ぐらいですね。よいしょ。はい。モハンクラスの BGM 流れてんの？へぇー。よいしょ。いやいや、私、皆さんとは、考え方が違うので。ほい。ほい。ちょっとバリスタ使おう、バリスタ。せっかくだから。イェーイ。アマツのね、角破壊したいね。アマツって角とあと何が破壊できるんだっけ？角と？よいしょ。へっぴりさん。リーダーさんいらっしゃい。そう、アマツって角と、なんだっけ？おー、グッジョブ。ミックが乗ってる。9億7千万あれば今頃。角てすっぽ、ありがとう。角てすっぽね。じゃあちょっと、よいしょ。ちょっと。これ寝るっけ？寝ないよね。これジュース寝るわけないよね。よいしょ。いや、美しいな、松って。1444個目さえです。アマツ美しいよね。お、麻痺なってる。え、じゃあアマツって寝るの、もしかして。寝ないよね。あ、耐性250やばいな。それや、あ、これこれこれだ。懐かしいこれ。これ懐かしくない？逃げるの懐かしくない？寝るのか。いやー、キリン寝るね。いらっしゃい。これ懐かしい。これ何だっけ ?P3?2G だっけ、アマツって。忘れちゃった。寝るには寝る。あ、裏方の人さん、こてはようございます。ほい。P3 か。いやー、お美しいですね。どこどこ？いて！痛いぞ。あ！ BGM 変わった！サード以来くん。声かわいい、ありがとう。よいしょ。声かわいい、性格かわいくない。
うるさいわ。嘘。ほい。ふぅ。美しい。頭もうこれ片方角割れてるね。二段階破壊とかかな。よいしょ。はい、お気に入り登録ありがとうございます。おー、音かっこいいね。 PC から始めたから思い出ある。おお、よいしょよいしょ。水餃子かわいい。サーの時めっちゃ買ってた。私はあれがめっちゃ買ってたかな。 YouTube で見たことある。よいしょ。はい、キャンセル。ぐるぐるぐるーっと。わあ、痛い。せっかくだから高速なんで高速してしまおっかね。せっかく高速弾あるから高速弾で高速してしまおう。トライジーからだからまた見たことなかったな。あれ、あった。あ、にわかかくんがやってくれた。あらば、よくストロで遊んでた。私もハンマーソロでやってたのに、そんなにうまくなかったけど、ある程度ある程度うまいできるよ。上のシールのにわかかくんが、相変わらずにわかかくんがいる。闇の炎に抱かれて消えろ。シャー、これ面白い。いて、あ、キくん死んだ。あ、チャチャも死んだ。あ、みんな死んだ。ヤマジンさんいらっしゃい。みんな落ちた。じゃーん、じゃじゃじゃーん。終わった。勝った。仲良し。ぷぷぷぷぷ。なんか広ましるってイメージない？もうどれ玉使うっていうか。え、マッシュさんご丹ございます。これ怖い、確かに。よいしょ。眠い眠い眠くない。やばいな、マジで来てるな、まぶた来てるな。よいしょ。初見です。ヌシが17歳と聞いて。そうですよ、17歳です。いらっしゃい。まだのミス。もう一回行こう。お気に入り登録ありがとうございます。あ、アイボンしてこようかな。そっか。ちょっとアイボンしてきていい？サクッと。サクッとアイボンしてくるわ。サクッとね。行ってくるよ。あ、爆弾地でひるむんだ。よし、行ってくるぞ。待っててね。
みんな待ってないんだろうな。とんでもねえ、待ってたんだ。とんでもねえ、待ってたんだ。とんでもねえ、待ってたんだ。よいしょ。とんでもねえ、待ってたんだ。ねえねえ、いや、ちょっとやばい。あくにさん、ぴみおさんいらっしゃい。ちょっとやばい。3114コミさんいらっしゃい。あのね、太郎さん、なんかね、さっきね、そう、みんな、さっきほら、あの、2年間、粘着してた人が、生 AD をうちで晒してしまったじゃん、おっかり。でね、その生 ID、ニコニコの生 ID で別に何も、なーんにも書いてないニコニコの生 ID をね、辿ってね、トランプマンさんがさ、上京組で東京に住んでて24歳から25歳 A 型、去年の10月頃に就職して、女性生主と女装生主を中心にニコ生で囲っている。で一瞬だけ生主になったことがあって、でここの人間のうちのどれかだっつって十何人のうちからこうちょ怖いんだけどもう特定が済んでしまってるえ、じゃあニンニク天使何って3140個目さん高パイさんでしょ。もう怖い怖い、この人 8B の309個目さんいらっしゃい。怖い。ツイッター ID まで半特定してる。こいつかこいつっつって。めっちゃ怖い。めっちゃ怖い。もう、ごまんか何かの人。ほんとなんかちょっと、権力を駆使して、職権乱用してるように。あ、怖。あ、花人肉か。お前18についてて分かんなかったぞ。嘘も。ほんとは分かってたけど、無視してた。いらっしゃい。はい、平和こと3247個目さんいらっしゃい。あ、金太郎、ございます。あの人、ほんと怖いんだけど。あの人、怖いんだけど。はぁー、寂しかった。ねえ、名前出て怖いね。でも、184は心のコンドームだから、184だと気持ちよくないよ。ほい。行こう。よいしょ、トランプは怖い。はっきりわかんないね。ハースストーンやってんの？私もやっとるで。よいしょ、心のコンドーム。よし。ハースストーン放送とかやっとるで、うちも。よいしょ。いや、そんなにバレないよ。全然バレない。トランプが頭おかしいだけだよ。安心して。トランプがおかしいだけだから安心して。大丈夫だよ。朝とか。朝とかタイムシフトは YouTube に置いてあるよ。ハースストーン放送。あ、ほい。技術身につけてみたい。よいしょ。あー、ちょっと YouTube 見てくるわ。かっこいいか。さあ、水に入るかな。もう見てなかったんですけど、何があったんですか。大丈夫、何もないよ。アイスさんいらっしゃい。ほい。よいしょ。よいしょ。これとか、気持ち、おい。あ、自分のこと気持ち悪いっていうのを自覚してるので、はい、ね。えいや。3361回さんいらっしゃい。いった。寝たよ。寝たのに！誰や、起こしたん！誰や、今の。筋トレ、おはようございます。何で特定したのか分かんないやん。今起こしたバッグは誰だ。たくさんいらっしゃい。何ひろくんかな。今起こしたバッグは何ひろくんかな。よいしょ。風呂から戻ってきた。
名前ってどうやって決めてる？自分の好きな名前かな。うそ。あ、1個になった。アプチミントさんいらっしゃい。お、クロス始めたの？それ待ってない。あ、ミックナイス。これ終わったらさ、拘束してしまおうか。ね、拘束してしまおう。もしかしてあのあれか、あ、危ない。あ、これもしかしなくても風まとってるときは拘束できないのね。そういえばそうだったよね。忘れてた。できないよね、風まとってたら拘束できないの。忘れてた。前作もそうだったのに。そうそうそう、普通に撃っちゃった。よいしょ。よし、頑張ってやろう。まだノーミス。よいしょ。あ、5分前だ。ハイパーに落ちタイム。ハイパーに落ちタイムです。うわー怖い。はい、に落ちありがとうございます。危ないよ、頑張ろう。頑張ろう、真面目に頑張ろう。よいしょ、近くに行くか。よいしょ、はい、におつありがとうございます。はい、3558個目さんいらっしゃい。あっ、てってやばい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 。オータル爆弾 C でひるむって言ってたから、あれになったらオータル爆弾 C を置けばいいんだね。ほい、そういうことだね。4つありがとうございます。金登録ありがとうございます。ほい、みよ、ふういしょー。
じゃん。そうやって大人は怒る。そうだよ、怒るよ。当然じゃん。みんな危ない。人の人が。ふぅ。怒られるやつ。正解。ふぅ。叱ってください。へへへ。よいしょ。普通に気持ち悪いね。なんか別に特別面白く気持ち悪いとか、特別気持ち悪いってわけじゃないけど、その発言、普通に気持ち悪いね。よいしょ。特別センスのある気持ち悪さとかそういうのはないけど、普通に気持ち悪い。アキリンさんいらっしゃい。よいしょ。ほい。ね、普通に気持ち悪い。特になんか光る気持ち悪さとか、ね、センス的に面白い笑えるとかないけどね。普通に気持ち悪かったよ。よいしょ。ノリでなんとかなる。ね。ノリっち。計算しないといけないけど。おーなんか来たーと思ったらこれ、我々だった。なんか来たと思った。これは我々の攻撃であった。びっくりした。ふふ。来い高速だった。来てそうして気持ち悪いじゃない。うん。だって気持ち悪かったからしょうがないよね。しゃーしゃーくしゅーうー怖っね。うー怖ーやばいかも。やばいかも。やばー。危ない危ない。ちょっと私わかんないんだけど、これ大丈夫？これ捕まえれる？捕まえた。オッケー。セーフセーフ。ゆっちさんいらっしゃい。捕まえたー。えらい。えらい確信。メール嬉しそうな声だったな。よいしょ。チャーちゃんだけか。アミックン乗った。モンスターに乗りました。普通か。ミキ君助けてあげないと乗り失敗しちゃうかもしれないし。大丈夫。攻撃中は風ないんだ。なるほど、攻撃に合わせてやればいいんだね。おい、トリニティレイブン、もっかいらしい。終わった。やった、私のトリニティレイブンで終わった。イエイ。うわー、綺麗になってく。晴れた。アマツは嵐を司る感じだもんね。この演出かなり好きだわ、うち。気持ちいいやつ。尻尾オッケー。尻尾どこにあるかわかんないけど、これ剥いだら行くわ。オッケー、そっちにあるのね、にわかかくん。おー、しっぽしっぽ。わっこいらっしゃい。レーブル10年かっこいい。しまっこい。あ、一回剥げなかった。残念。ムービー見ちゃったからだ。4074個目さんいらっしゃい。この演出好き？うちも。ねえ、小鳥のサイズいいよね。剥げなかった。ねえ、まだ髪の毛は生きてた。まだ俺たちの毛根は生え揃ったばかりだ。チッチー。うん。よいしょ。弾いいな。毛根は生きている。4147個目されんし。
またコメの話してみよう。よーはーい。これケチャ2頭で次はあの大変難しいクエですけど、ケチャワチャ2頭いきます。猫のサインし、マジハゲの仕組み解明されたの。なんだろう、なんで性格悪いからとか。ケチャニとかめっちゃ怖いなぁ。コーナー&シール。筋トレ飾ります。何時までやる予定？一応ね、2時間の予定だったから、予定では22時だけど、でも予定は未定って、交渉の詳細に書いてあるから、内緒です。交渉の詳細に、いつも、終わる時間を未定ですって書いてあるから、未定ですって答えます。本当は22時までの予定だけど、未定ですって答えます。よいしょ。はい、じゃあ裸縛りは動画の方でやるよ。よいしょ。チュー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 、やめちゃいからね。ダメな可能性、どうだろうな。今日は眠いしな。普通に眠い、今日は。よいしょ。筋トレ飾ります。ハゲの研究はハゲがするのか。よいしょ、よいしょ。ビルダーズは、深夜にやったよ。3分クッキングはやらない。3分ハンティングはやるけど。よいしょ。ちゃ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 、はい、すごい。まず BGM で相手がいかに強いかが分かる。この恐ろしい BGM。 いや、皆大物聞こえるか。この壮大なる BGM で相手の力量が測られるね。壮大な BGM、むしゃぶれらしい。しかもこいつが2頭ときた。うわ、危ない。ひえひえ、今死にかけたぜ。ひえ、いや、長く苦しい戦いであった。長く苦しい戦いであったな。やっと一匹終わったと思ったらもう一匹出てきやがった。今の苦しみをまたもう一度味わわなければいけないのか。くっ、いっそ殺せ。なんで配信飛んでんのやろ。よいしょ、よいしょ。つらい。モンハンにこんなにひどなモンスターが出てきたっていいのか。子供たちを泣かしてしまうぞ。よいしょ。あ、えなきさんいらっしゃい。よいしょー。いいよ。あ、お疲れ様でーす。いやー、大変だったー。あ、ロシアもさんいらっしゃい。いやー、難しいクエストだったなー。ギリギリだったぜ。厳しい戦いだった。あー、苦しかった。いやー、まさかクリアできるとは思わなかったなー。いやー、聞きっぱつだったね。いやー、ケチャカチャ強敵でしたね。クリア後の方が長い現象。もうな、多分ね、176オーツぐらいしたかな。うん、針は壊れた。あまりにもの、ケチャワチャの恐ろしさに針は壊れた。チュッ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 。拍手ありがとうございます。危ない戦いだったな。そして時は動き出す。ちゃん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 。ミッキーおさんいらっしゃい。じゃじゃん。
った第3部巻勝った勝ったんだ。いやなんかくっせえ芝居やってんなお前らお前らくっせえ芝居やってんな。じゃあなるがくるが死なんですけど、うん、ジュース知ってるよ、てか好き。以上にしなきゃいけないからね。今日はそれの手伝いをしてもらってるんだ。村クエを消費してな。村クエというか村人からの依頼を消費して、ゆくもポイントを稼いでるんだ。キモキモキモ20分で終わらない？やばいなそれ。よいしょ。そうクエ回ししてる、クエ回ししてる。私の順番でクエ回ししてる。ブラビト。いやー眠い。これで終わりにしよう今日は。うん決めたぞ。ポンもいる。今日はこれで終わりにします。よいしょ、こっちに上がって。比較的得意。よいしょ。きっと俺の中に。またもうちょっとやりたかったんだけど。うわ。もうちょっとやりたかったんだけど。ほい。3人は上からサルビアさん、にわかかくん、エロおにぎりでした。ありがとうございます。そう今日は2時間でおしまい。明日の準備しなきゃだし眠くなっちゃった、うん、今日手伝ってくれたのはサルビアさんとにわかかくんとエロおにぎりでした。ミキくんはミキくんって誰？わかんない、知らないや。え、みんなミキヒロくんって知ってる？知ってる？みんなミキヒロくんって人。足全然知らないんだけど。知らない？いやー、ちょっとわかんないですね。お前自分だろ。お前自分だろ。知らないよ。
初見さんかな、知らない、よいしょ、ぴょーん、誰だろう、知らないな、妖精かな、よいしょ、知らない、よいしょ。なんでマイクに近づいたの、分かったの、声大きくなったから。よし、じゃあミキくんいつものやろう、いつもの、ミキくんいつもの、よいしょ、おやすみなさい。